はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のテーマはおすすめの本を紹介しますのパート2ということで、前回のね、動画を見ていただいた方は、わかるかと思うんですが、私はですね、本が大好きでして、結構ね、いろんな方に質問を受けるんですね。三原さんはなんでそんなにね、いろんなこと知ってるんですかみたいな、よく情報発信毎日するようなことがありますね。ネタがつきませんねって言われるんですけど、とにかく私は本が大好きなんですね。で、本とにかく読んでます。で、前回はバスケに関する本をたくさん紹介したので、ちょっと息抜き会ということでね、いつものようなバスケの練習とか戦術講座とかっていうのはまた次回以降話をするんですけど、今回はね、この前回に引き続き本の紹介、バスケの本以外の本を今日はね、紹介していこうかなというふうに思いますので、お付き合いください。まあ前回もお話ししたんですけど、本っていうのはね、全部が全部こう役に立つというか、全部を読破する必要はなくて、ここっていう一箇所、たった1行でも、たった1フレーズでも学びがあればそれでね、いいものじゃないかなというふうに思うので、私は積極的に読んでいっていますし、これからも本はね、読み続けていきたいと思います。そしてこの紹介する何らかのね、本があなたのお役に立てれば嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。ではですね、バスケ以外の本というと、何といってもですね、ボトムアップ思考の畑公代先生の本ですね。これがもう私の中では今最近では一番熱いということで、このチャンネルをね、見ていただいている方であれば、生徒が主役のボトムアップ思考型で私がチーム作りをやっているということは、ご存知かと思いますが、そのきっかけを与えてくれた本がこれですね。ボトムアップ方式でチームの力を伸ばす魔法のサッカーコーチング。これが一番最初に私は買って、こんな指導法があるんだっていう風に感動したんですね。で、この本自体ももちろん読みやすいんですが、付録でついてる DVD があってね、この大体30分ぐらいの DVD ですね。畑公代先生が安芸南高校という実際の高校をね、指導してる現場。で、生徒の様子、練習の風景とか、練習試合の風景とかがギュッと詰まった分かりやすい DVD がついてて、これが本当におすすめです。私は自分自身でも何回も見ましたし、もちろん本も読んでね。で、その DVD を、バスケット部のね、生徒にこう見せたりとか、そんなこともしましたので、最初の1冊目としてはこれがいいんじゃないかなということで、魔法のサッカーコーチングね、こちらおすすめでございます。それから、本ということでいくとですね、図解ボトムアップ理論。これがね、本単体でいくと一番わかりやすいかなと思います。まさにね、ボトムアップの教科書というような感じで、大きめの本なんですけど、非常に大きめの本なんですけれども、写真や図、そしてわかりやすい言葉で、丁寧に一個一個ね、ボトムアップをやるにはこういう風な順番で、こういうことをやっていけばいいんですよっていうのがまとめられている本なので、これはね、手元に一冊あってですね、いろんな時に振り返れるようにすぐ読めるところに置いてあるというふうにしておくといいと思います。私もね、今自分の自宅からこれ撮ってるんですけど、本当にこの自分の机にこれが置いてありますので、これをまあ読んでるということですね。本としてはこれがおすすめかなと思います。はい。それと、あとサッカーの本を私は結構読んでいて、サッカーってバスケットボールに似たスポーツじゃないですか。混ざるスポーツ、切り替えのスポーツ、同じ球技という中では、バスケットボールに非常に似ててですね、中でもその、監督さんで一番好きなのはですね、岡田武史さんなんですね。ワールドカップ、2010年のワールドカップですね、の、指揮者、2回のワールドカップに、日本代表を導いた、岡田さんですね。岡田武史さんのこの岡田メソッドっていう本、これがですね、私は非常に好きですね。ゲームモデルっていう言葉があるんですけれども、バスケットボール、サッカーはこういう風にやるんだよっていうゲームのプレーの原則を示してですね、例えて言うんだったら、木の幹をしっかりと指導者が教えて、そして枝葉は自分たちで自由にやらせていくというようなゲームモデルっていう考え方なんですけど、そのゲームモデルをしっかりと16歳までにこういうことを私は教えたいんだというような、そういう岡田武史さんのサッカーに関する熱い思い、そして知識が全部ギュッと詰まっているですね、指導者のための本になってます。特にですね、サッカーの詳しい技術論、戦術論は私はわからないんですが、そのゲームモデルっていうものが大事だっていうような気づきとですね、あと最後の方にチーム作りとかコーチングフィロソフィーについて書いてあるんですけど、指導者の仕事っていうのはもう決断なんだと。話こそ聞くけれども、最後はこれって決めるのはあなたなんですっていうようなね、そういう言葉がたくさん使われていて、その、ワールドカップ日本代表のね、プレッシャーの中でやっぱり指揮を取るというような経験から、もう本当に指導者としてはですね、学びの深い一冊になってますので、ぜひこれもですね、お勧めしたいなと思います。それと、サッカーではなくて陸上のですね、為末大さんですね、諦める力。これ非常に有名な本かなと思うんですけれども、諦める力ですね。陸上の、確か400メートルのハードルですよね。為末さんは400メートルのハードルの日本記録の保持者じゃないかなと思うんですけれども、こんなエピソードがあったそうです。100メートル走の選手で花形になりたかったと。まあ、100メートルってやっぱり陸上の一番こうメインじゃないですか。だからそこで、トップを取りたかったんだけど、ある時にですね、きっかけで400メートルのハードルに転向したと。この100メートルの世界じゃ俺はかなわないなと。僕の才能じゃ無理だなと思って、400メートルに転向したというようなことがきっかけでですね、やっぱりその自分ができることをやろうと、自分に向いてることをやろう。この力は非常に大事ですよって、そんなお話なんですよ。だから諦める力っていうことでね、なんかこう我慢して耐えればいいことがあるんだみたいな、そういう教えがやっぱりあるじゃないですか。で、それを全く否定するわけではないんですけれども、やっぱり視点を変えてみて選んでいくと、自分がどの場所で輝けるのかを選んでいく、そういう力がすごい大事ですよ、なんていう、そんなお話なんですね。これスポーツっていうか人生全般、ビジネスとかにもめちゃくちゃ通じる話かなと思って、とっても印象に残っている一冊です。で、ちなみにね、ちょっとしたエピソードがあって、この本なんで私知ったかっていうと、最近は YouTube やってないのかな、私と同じ名前のまなぶさんっていう人がいてですね、バンコクに住んでるまなぶさんという方、この人、いわゆるインフルエンサーですよね。ビジネス系 YouTuber、ブロガーっていうのかな。で、この人の YouTube 結構好きで僕見てて、人生観とか考え方みたいなの好きで見てて、で、その中でですね、やっぱり今日の僕の話じゃないですけども、おすすめの本紹介しますみたいな、そういう回があって、ぜひこの5冊あげるんで、好きなものをね、この5冊リストアップしてあげたこの5冊の中から好きなの1冊読んでみてくださいなんて回があって、僕この為末さんの本がいいなと思ったんですぐ読んだんですね。ですぐ読んですぐブログに書いたら、まなぶさんがこれ取り上げてくれてですね、ツイッターでこう拡散してくれて、すっごい嬉しいなと思ってですね、こんな風に、自分自身にも思い出に残っているということで、内容ももちろんこの為末さんの内容もいいんですけども、このエピソードも私の中ではですね、非常に思い出に残っているということで、おすすめの1冊でございます。はい、ここから動画の後半ですが、ここからスポーツでも何でもない本、何でもないんじゃないですね。スポーツではない本ですね。人生に関する本ということで、いくつか紹介します。まず1冊目はこれですね。吉野啓介先生のだからお前は落ちるんだ、やれというですね、吉野先生というと非常に有名な、予備校講師、古典、国語の古文ね、古典の先生なんですが、簡単に言うとですね、いわゆる不良、暴走族、偏差値が25とかからですね、あることがきっかけに4ヶ月間で偏差値を85まで上げて大学に合格したというような、そういうエピソードの話、めちゃくちゃ面白いんですけども、この本を読んで、受験生はとにかくやる気になると思います。というのは、私がこの本を読んだのは高校3年生の時に、私も当時受験生だったんで、本屋で本を探してですね、参考書を探してたら、このタイトル、インパクトあるじゃないですか。ふっとこう手に取っちゃったんですよ。そしたら面白くて、それを買っちゃって、で、その日のうちに一気に読んでですね、で、そのまま受験勉強を突っ走ったという、そういうエピソードって思い出がありまして、これは本当にね、おすすめです。今、Amazon に調べたらまだ売ってるようなので、これはですね、指導者の方、それから高校生の方とか、受験に限らず、なんか頑張りたい気持ちを作る方にはですね、とってもおすすめ。私は好きなおすすめですね。どうやらこの吉野先生は賛否両論ある方で、その話は誇張なんじゃないか、嘘なんじゃないかとかっていう話があったりとかですね、いろいろあるんですが、私は個人的にとってもね、好きで、この本に人生を変えられたのは紛れもない事実なので、おすすめにさせていただきます。そして続いてですね、あと数冊いきますが、これですね、7つの習慣、もうこれはね、定番中の定番ということで、もうこの一冊さえあればいいんじゃないかなっていう、そういう本ですよね。これはぜひぜひ読んでください。というか、読んだことありますでしょ、この本。ね。もしまだの方いたら、超絶おすすめでございます。もう、世界中で読まれているですね、自己啓発のトップオブザトップみたいな本でですね、この7つの習慣さえ外さなければ、この原理原則さえ外さなければ、人生うまくいきますよと。そのテクニック論じゃなくて、人間とはみたいな話ですよね。すごい簡単にですね、このスティーブン・コビーさんに、怒られるのを承知でですね、めちゃめちゃ簡単に一言で言うと、はい、他人の気持ちをよく考えて、今大事なことを自分からやりましょうっていう本ですね。私の解釈はね、他人の気持ちを考えて、ね、他人の話をよく聞いて、そして、今大事だと思うことを自分から進んでやりましょうっていうのがこの7つの習慣ということで、これはぜひぜひ読んでいただきたい。ね、そして手元にいつでも置いて、繰り返し読んでいく、そんな本だと思います。はい、それからですね、こちらですね、夢を叶える像ですね、水野圭也さん。これも非常にベストセラーになっている本ですよね。自己啓発の本、やる気を出させるようなね、成功法則みたいな本なんですが、なんといってもこれは面白いんですよね。小説なんですよ。うん。普通のサラリーマン、夢を諦めがちなサラリーマンのところにですね、この、顔が象の形の変な神様が現れてですね、面白おかしくこういろんなことをストーリーを描いていって主人公が成長していくっていう話なんですが、まずですね、内容が面白いのもさることながらぐいぐい読めるんですけども、内容はですね本当に具体的な行動が挙げられているということですね。7つの習慣とかは本当に素晴らしい本なんですけれども、ちょっとこう抽象的なことが多いのに対して水野圭也さんのこちらはですね、めちゃめちゃ具体的なんですね。例えばですね、気持ちを変えたければ何をするかというと、服を変えろという風な、こういう感じでくるんですね。服を変えなさいと、ね、で靴を揃えなさいとかっていう話をする。そうするとあなたの感じ方が変わるからみたいな話とかですね。あとだらだらついテレビを見ちゃうっていうことが良くないんだったら、テレビを見ないよって決めて心に誓うとか、気合、努力、根性でテレビを見ないように気をつけるんじゃなくて、テレビのコンセントを抜けというようなですね、こういうですね、具体的なアクションプランがドーンと出てるっていう、ここがすごくいいので、夢を叶える像はたくさん出てるんですが、もうこの一冊読めば、早い話、OK っていう感じがするので、これはおすすめでございます。あと2冊追加してください。こちら、赤羽裕二さん、マッキンゼーのコンサルタント赤羽裕二さんの0秒思考ですね。これもね、最近売れてますよね。本当にこれはおすすめでございます。どういう話かっていうと、頭が良くなる世界一シンプルなトレーニングということなんですが、A4 の用紙、紙にですね、A4 の用紙に1分で箇条書きにしなさいと。物事を箇条書きにしなさいっていうことですね。悩みがもしあったらですね、私の最近の悩み、これこれ悩んでいる、これこれ悩んでいる、これは悩んでもしょうがない、これはしっかりと解決ができるとかっていうふうにダーッと書いていくんですね。1枚に1分。そうすると、これを続けるとですね、頭が良くなり、悩み事が消えますよって書いてあるんです。で、これ、本当にマジです。絶対マジです。僕ね、これ読んでね、どのぐらいなんだろう、1年間ぐらいね、本当にやってます。本当に毎日書いてます。紙にね、こう書いて。最近は iPad の方でですね、Apple Pencil が非常に便利なので、iPad の方で書いてるんですけども、思いついたら本当に箇条書きでずっと書いていて、もちろんこの YouTube のね、話の内容とか、情報発信の内容もそうだし、自分の仕事のこととか、バスケットの勉強とか、チーム作りとかですね、人間関係、もう何でもかんでもとにかく書き出すようなことが習慣になってます。なので、この0秒思考をぜひぜひ読んでいただいてですね、A4 メモ書きっていうのを習慣にすると、本当に人生変わるかなというふうに思うので、私こういう具体的な本が好きなんですよね。結構こういう具体的な本が好きで、その具体的な行動を起こさせる本の最高峰じゃないかなということでですね、ぜひ赤羽裕二さんの0秒思考、これも読んでみてください。はい、じゃあ最後ですね、最後は絵本です。はい。ブッダが先生。これが一番ですね、私はこの今紹介している中では一番最近買った本ですね。指導者仲間で定期的にですね、最近はズームではあるんですけれども、勉強会をしているんですが、その中でですね、ある友人が、この本をおすすめしてくれて、じゃあ買ってみようかなと思って買ったらですね、これ、めちゃめちゃいいこと書いたんですよ。本当に。要はですね、お釈迦様、ブッダですね。私は、仏教の宗教学的な専門家ではもちろんないんですけれども、そのブッダがですね、2500年前に言ったとされる言葉がですね、わかりやすく絵を交えてですね、書いてあるんですね。例えば、人に、ね、自分がされて嫌なことは人にしちゃいけないよ、とかですね。うん。今できることを一生懸命頑張ろうとかですね、そういうのがですね、絵本のように書いてあって、もちろんその小さい文字で保護者の方へみたいなね、ちょっとこう、ちゃんとした専門的なものが書いてあったりとかするんですが、もう小さい子供にですね、絵本の読み聞かせ、これには最高だと思います。本当にこれね、超絶おすすめの本なので、ぜひブッダが先生、これね、私も最近買ったんですけども、こんないい本あるんだなと。むしろね、バスケットボールとか、なんか人生でね、本を私が書くんだと、こういう本書きたいなって思っちゃうような素晴らしい作りの本なので、これはちょっとおすすめですね。すっごいいいこと書いてあるので、おすすめのがブッダが先生ということです。はい。ありがとうございました。前回、今回とですね、前回はもうバスケットボールに関する本。で、今回は、バスケットボールとは違う本なんですけれども、まあ、私は本当に、月に何冊かな、多い時で10冊ぐらい本を読むんじゃないかなっていうぐらい、読書家でして結構読んでるんですね。まあこれからも本は好きなので続けて読んでいきたいですし、まあ、私自身もね、何冊か本は出させてもらっていて、今後もね、機会があればどんどん本は出していきたいなと思うんですが、まあ、そんな無類の本好きの私がですね、ちょっと息抜きを兼ねて、本を紹介させていただきましたので、全部のリンクはですね、この説明欄からですね、一回ブログ記事にまとめておいたので、そのブログを見てもらって、ちょっと見てもらってね、気に入ったらそれでお手元に、取っていただければ嬉しいなと思いますので、ぜひね、あなたの人生を変えるような本に出会えたら嬉しく思いますので、ぜひ読んでみてください。はい、ありがとうございました。このチャンネルはですね、バスケットボール指導者のあなたの悩み解決になるようなお話をさせてもらっているチャンネルです。今回、そして前回はですね、ちょっと息抜き会ということで、本の紹介なんてやらせていただきましたけど、次回からちゃんとね、まあちゃんとって、まあ今回もちゃんとやったんですけど、今回もちゃんと作ったんですけど、次回からまたちゃんとバスケットボールの話をちゃんとしていきたいなと思います。はい。2つお知らせさせてください。1つはメルマガ講座ですね。バスケットボールの指導者の方向けにチーム作りについて、いろいろな情報をお届けするメルマガをやっております。もちろん無料でできますし、すぐに、解約することも簡単ですので、説明欄からメールアドレスの登録をしていただいて、参加していただければと思います。最初の1通目でですね、YouTube では見られない、練習メニューの作り方というね、動画もプレゼントしております。それと、この今見ていただいている、メインチャンネルとは別にですね、いわゆるサブチャンネル的な、意味で、ラジオ局というのをやっております。そちらは毎朝7時、バスケットボールに関する話をですね、音声だけなんですが、毎日お届けしてますので、もしよかったらそちらも覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。